すぐはカルオのお暇なら映画でも。もうすぐ公開されるこの映画、TIFFで見たよのコーナーということで、東京国際映画祭オープニング上映ラーゲリより愛を込めてを鑑賞いたしました。いや、これはですね、超感動作です。まあ、このなんていうかな、実話ベースなわけですね。これ実際にあったお話であって、で第二次大戦終結後のシベリア抑留の話であってということで、正直ですね、見る前から感動するのは分かってますという映画なわけですよね。もうこんなの感動するに決まってんじゃんっていう映画で、映画の作りとしてももう感動させますという映画なんですよ。で、正直どうせ感動する映画なんだろうと思いながら見に行った僕はですね、まんまとしてやられたというか、大感動大号泣をしてしまいました。まあ、このオープニング上映で見たんですけれども、映画の見てる途中からもうスン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 そこら中で聞こえて、僕もジュージュージュルジュルやりながら見ててですね、で映画終わった後拍手が起きたわけですね。オープニング上映って2カ所でやってて、僕が行ったのは東宝日比谷のね、宝塚劇場にある東宝日比谷のオープニング上映だったんですね。で、もう一箇所、ピカデリーの方でも同じ時間にオープニング上映やってて、ニノとかね、キャストの人たちとかはそっちに行ってたみたいなんですよね。残念ながら僕の方には来てくれなかったんですけど、にもかかわらず、ここにはスタッフ、役者、その他そういう関係者の人たちが来ないにもかかわらず、拍手が起きていました。で、僕も見終わった後ですね、見終わってジャーンと終わるじゃないですか。終わった後、ものすごく拍手をしたいという気持ちになったんですよね。うわ、素晴らしかった。これはもう、拍手を送りたいって思ったけど、まあ、なかなか自分から唇を切るのは難しいじゃないですか。うわ、拍手したい。すごくよかった。この感動っていうのを、この、何?この映画を作った人たちに、ちょっとでも届かなくてもいいから伝えたいっていうふうに思って、拍手したいなぁと思っていたけどできないなぁって思ってたところ、誰かが唇を切ってくれたんですね。拍手の唇を切ってくれたんで、僕も釣られてというか、ああ、そうだよね、よかったよね、みたいな、そんな感じでね、拍手しました。本当に素晴らしかったです。まあ、とにかくですね、山本が主人公、なんですね。主人公というか、この松坂桃李がやっている松田という人物がいて、彼が語り部なんですね。彼の目を通して山本という、まあ、ニノがやっている山本という人物はこういう風に映っていましたみたいな、そういう感じのストーリーで物事は進んでいくわけですけれども、まあ、とにかく本当にね、キャストも全員良かったし、映画の撮り方も当然良かったし、この強制収容所シベリア抑留のこの過酷さ残酷さ、それもすごく伝わってきたし、でやっぱり日本人だな、この人たち日本人だっていう風に感じるというね、ところもあったし、この誇りに思うというか、本当にこの今僕たちがいるのはこういう人たちがいてくれたおかげだというのもあって、で今の日本があるのもこの当時の人たちのおかげだということもあるし、こう何よりもですね、本当に全ての日本人に見てもらいたいというふうに思える映画でしたね。で、その過酷なシベリア抑留と対比している、対比っていうわけじゃないんですけど、その頃一方日本ではみたいな感じで、その山本ね、ニノがやっている山本の奥さんの山本もみじ、あ、もじみというね、役を北川景子をやっているわけですけれども、この北川景子の山本もじみもですね、本当に素晴らしい、あの二十四の瞳の高峰秀子みたいな、このなんていうかな、本当に一本芯の通ったお母さんというか、まあ、学校の先生をやるってるわけですけれども、なんていうかな、本当に自分というものを押し殺して子供たちのため、未来のために明るく振る舞うみたいなことをずっとやってるんですね。もうその姿も本当に泣けてくるというか、素晴らしかったですね。素晴らしくなかった人がいない、
すべてが素晴らしかった、そんな感じでしたね。まあ、ニノのね、ご先祖様もシベリア抑留で戻ってきたんだっていうこともあるみたいなんですけれども、まああんま映画の内容を詳しくはちょっとね、ネタバレになるっていうところもあるんで言わないですけど、まあとにかく終盤のそのニノのね、山本の姿とか、あの辺はもう見ていて本当に心打たれるし、その山本のことをずっと信じて、希望、私たちには希望があるんだっていうふうに山本のことを信じて待ち続けている奥さんのもじみさんもですね、本当に素晴らしい、本当に素晴らしい人たちばっかりが出てきた映画でした。だから見終わった後のとか、見ている時の感想としては、あの福島50あったでしょ、福島第一原発の作業員たちの映画、あれにちょっと感情としては似ているというか、そんなところがもしかしたらあったかもしれないですね。こうなんていうの、日本人を見たみたいなね、そんな感じがあって、まあ良かったですね。まあほんのちょこっとなんか余計かなっていうところもまああったっちゃあったけど、そんなのもどうでもいいって思うぐらい素晴らしかったですね。まあ東京国際映画祭オープニング上映にふさわしい映画だというふうにも思いますし、何よりもこの希望というものを心に抱き続けながら、人間は生きていくべきなんだなみたいなね、そんなふうに思ったりもするし、このなんていうかな、日々生きていてなんかつまんないなとか、生きていてもなんか楽しくないなとか辛いなとか思う時って、まあ、人間誰しもあると思うんですけれども、山本がね、これ言ってもいいかな、ネタバレになるか分かんないですけど言っちゃいますけど、山本が全ての希望がなくなった友人というか、自分の元上司ですね、もう戦争が終わってるんで、元上司の男に対してですね、俺はもう全ての希望がなくなったんだ、死んでもいいんだというふうに言うその男に対して、それでも希望を持って生きなきゃダメなんだと、全ての希望がなくなっても希望を持って生きなきゃダメだみたいなね、そんな感じのことを言うんですよね。で、その時のここのソ連でね、こうやって抑留されているこの人たちは本当に地獄の底にいるわけですよ。今の僕たちには全く考えられないぐらいの、信じられないぐらい地獄の底にいて、この地獄の底に行って希望すら全てがなくなった、それでも希望を持って生きようというふうに、まあ、叫ぶ山本というのがあったわけですけれども、そうだなっていうふうにまあ思うわけですね。どんな辛いことがあってもそれでも生きていくことが何よりも大切なんだと、生きるということが人間には何よりも、人間にはというかもう動物としてですよね、動物として今日を生きる、で明日になったらまた今日を生きる、これをずっと繰り返していくのが人生なんだみたいなね、そういったことが感じられるというか教えられるというか、そんな感じの映画でした。本当に素晴らしかったです。もう今思い出してるだけでもちょっとね、目頭が熱くなるようなそんな感じの映画です。ぜひ見てください。素晴らしい映画でした。ラーゲリより愛を込めて、これは12月9日金曜日から公開ですね。ゼゼ監督、そして二宮君、北川景子、松坂桃李、そんな感じの人たちがこうやっています。100年先、1000年先まで残したい映画という感じが僕はしました。皆さん見てください、よろしくお願いします。ということで、チャンネル登録、いいねボタン、コメント、ツイッター、インスタフォローよろしくお願いします。すぐわに取り上げてもらいたいリクエストありましたら、すぐわのチャンネルの中に入っていただいて、コミュニティというところに、下の方にリクエストはこちらにお願いしますというところがありますので、そちらに書いてください、お願いします。サブチャンネルや LINE スタンプもよろしくお願いします。そしてメンバーシップ、すぐわの裏を知る者たち、こちらもぜひよろしくお願いします。映画をもっとより深く考えていこうというコーナーをやったりしております。よろしくお願いします。ラーゲリより愛を込めて、運命に翻弄され再会を願い続けた2人、11年に及ぶ愛の実話ということで、
見るべき映画でした。ありがとうございました。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。